聞こえる？あ、よかったよかった。サイさんいらっしゃい、お疲れ様。今から歌舞伎町を向かいます。行きましょう。はい、ガブリンジョいらっしゃい。おー、カナヘビ久しぶり。お前今歌舞伎いんの？カナヘビ最近どこで配信やっ、あ、ニコ生か。ね、歌舞伎町いるんだったらたまには遊ぼうぜ。あ、まあ新宿だからね。うん、西新宿に住んでるんですよ、僕は。今から歌舞伎町向かいます。またクルクルしてんの？入り直して、まあ、問題ないでしょ、今音も映像も。よっさんいる？どこに？よっさんどこいんの？どこにいんの？うん、いらっしゃい。え、よっさんどこいんの？教えて場所。歌舞伎町、嘘？歌舞伎町のどの店？ビアドツ行こうよ。わぁ、ナイス情報ありがとう。教えてほしいかも、店。みんなで遊ぼうよ。今日寒いな。今からテルチャンピンに会いに行きます。予算終わった？あ、マジか。なんで歌舞伎いいんだろう。はい、ワード2外配信でーす。寒い。今日風も強いね。残念だね。風若干あるね、今日は。若干だけど風はあるよ。なんか最近風強いんだよね。季節の変わり目だからかな。結構風強い。うん、今テルチャンピンに会いに行くんだよ。止まった？見れてる？見れてる？止まったってコメントがあったけど。なんか深夜町も歌舞伎町いるよね、今日。歌舞伎に人いっぱいいるよな。見れてる？止まったの、くみたんだけ。なんだろうね、なんでみんな新宿に来るんだろうね。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。見れた？よかったよかった。ハートプレゼントありがとうございます。交通の便、なんだろうね。
なんでみんなしてアクセスがいいんだろうね、多分ね。寒い。今日寒いね。ハートプレゼントありがとう。花蛇最近会ってないからたまに会いたいけどな。北国は寒い。いや、あのね、東京の寒さって北海道の寒さと違うんだよ。実は俺パチンコ屋でバイトしてるとき北海道の会社で社員の半分ぐらい北海道の人だったんだけど、あの東京の方が寒いっていうみんな、成田とか東京の方が。なんでかっていうと、あの北海道って基本的に寒いじゃん。だから寒さに慣れてるんだよ。で、東京に来るとその温度差があるのね。だから、あの東京の方が寒いっていう、体感的には東京の方の寒さの方が嫌だっていうよ。あったかかった日が急に寒くなったりするんだよ。北国の寒さ違うんだよね。その、普段あったかいのから急に寒くなったりするんだよ。そうだよ。結構これ、東京あるあるだよ。北海道の人も嫌だっていうもん。東京の方が寒く感じるっていうか。うん、結構これはあるあるですね。多分近所で飲んでるっぽいからあと10分ぐらいで着くよ。あ、間違えた道。きついんだよ。北海道暖房設備がすごい。ペイってなんだろう。レントさんいらっしゃい。ストーブ炊いた半袖、いいね、豪華だね。徒歩で歩いていい場所に住んでますね。だってここ見てもらったらわかるけど、高級住宅街でマンションが軒並み立ち並ぶエリアだもん。リスナーさんがみんなびっくりするよ。こんないいとこ住んでんのって。高級住宅街だよ。金持ちしか住めないよ。ワンルームのマンションで17万とかするエリアだもん。ヘルジャンピーも配信開始した。うん。カトラン・トモキさんいらっしゃい。ワド2。新宿、だいたい歌舞伎町まで20分ぐらいかな。うん。高いよ。マンションの入り口の作りが違うじゃん、ほら。超豪華でしょ。だいたいエントランスでわかるよね。マンション。高いか。大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんで泣いてるんですか？家帰れない。家帰れない？なんで？酔っ払って、はい。はい。クレジットあるって聞いてたんですよ。クレジットカード。私、はい、もお金めっちゃ持ってなくて。はいはい。ここまで来れるテレビしか。はい。旅費持ってないし、クレジット。はい。はい、私も友達に抜かれて今なくて。お財布抜かれた。お札上げ抜かれて。おお。これ、お金がなくて。家どの辺なんですか？友達、お客様で、私、葛飾なんですよ。葛飾。
おぎくぼの方には帰れます？一緒に。大丈夫ですか？なんかタクシー代とか渡しましょうか。でも申し訳ないです。いいっすよ、いいっすよ。おぎくぼってどの辺でしたっけ？私もぶっちゃけわからないですよね。ちょっと聞いてみますね。あ、こんにちは。こんにちは。あ、酔っ払ってんのか。そうなんですよ。おぎくぼ。うん、もう電車ないんで、ちょっと待って、おぎくぼ調べますね。あ、いい、全然。おぎくぼ。え、その友達の家には行けます、おぎくぼだったら。ちょっと待ってくださいね。新宿から、おぎくぼと。おぎくぼ駅。タクシー止めそうか、じゃ。寒くて大変でしたね。うん。おぎくぼ行けそう？ああ、電車か。ちょっと待って。あ、丸の内線で行けるわ。ここまっすぐ行くと、彼氏歩けない？ここすぐ5分ぐらい歩くと電車があるんですよ。で、片道に200円なんですけど、そこまっすぐ行って交差点のところに駅があるんですよ。歩ける？歩けます？いや、知らないの、まず。そこは、俺、上がってきた。でも、私、今日言いたいんだけないって、まあいいよ、もうさ、友達を。え、財布抜かれちゃったの？お金。あ、そうだったんだ。多分、おぎくぼまで、そこ、交差点、でっかい交差点が、まっすぐ行くとあるんですよ。そこ、まっすぐ行くと、丸の内線っていうのがあるんですよ。で、そこで間に合うんで、まだおぎくぼ。多分、片道200円なんで、それで行けるんで。何時まであるかな？17分、ちょっと待ってください。終電が ちょっと待ってよ。久久保、新宿、大久保。ちょっと待って。終電、誰かわかる人いる？ 17 分。17分間に合うかな？久久保。電車まだある？電車まだあるみたいですね。ただちょっと急がないとまずいかも。うん。だってまっすぐ歩けるって。これ、いい。うん。はいはい。うん。でもね、ちょっと急がないと、もう12時だから、うん。そこまっすぐ行った時に丸の内線があるから、そこ荻窪通ってるんで。じゃあ、車通ってるとこです。ほんとね、もうちょっと先。うん。寒いから風邪ひかないで。うん。歩いて、お願い。歩かないと多分間に合わない。じゃあ頑張ってね。うん。うん。はい。じゃあねー。うん。間に合うかね。よいしょ。あ、ごめんごめん、リスナーさん。うん。いや、彼女こんなことじゃ怒んないよ。うん、とりあえず1000円渡したわ。うん。いや、彼女号泣してて。なんだろうと思って。女の人と男の人がうずくまってんのは見えてあるんだけど、まあ、酔っ払いかなと思ったら女の人が号泣してて、そう。で、お金すられちゃったんだって。で、彼氏っていうか多分ホストなんだけど、帰れないって言って泣いてたから。うん。アハートプレゼントありがとう。まあ、歌舞伎町あるあるですよ。うん。困った時はお互い様でしょう。日本人だからね。ハートプレゼントありがとう。多分ホストだと思うけど。うん。いや、彼氏に盗まれたわけじゃないと思うよ。なんか、まあ酔っ払って抜かれちゃったんでしょ。うん。ハートプレゼントありがとう。
っと遅くなっちゃったね。お金ワドに出せる。俺そんな金持ってないよ。そんな金持ってないよ。歌舞伎町界隈は、うん、まあぼったくり店も多いからね。正直。テレサンピンお金ない？知らん、そんなの。知らん、知らん。寒い。リスナーさんが持ってる？あ、そうなんだ。リスナーさんと飲んでんだっけ、今。寒いね、今日ね。めちゃめちゃ寒いよ。はい、お疲れ様。ポアさんいらっしゃい。めっちゃ寒い。イケメンさんなんだ。チーズ。どうもー。こんばんは。いらっしゃい。楽しんでて。どうもー。いらっしゃい。うん。明日仕事っていうか、まあ、今日仕事だからね。まあ、寝ないで行くけど。寒い。なに、ふわっちじゃ稼いでないのかな？歌舞伎町、いや、てるちゃんぴんっていう人に会いに行くの。こんばんは。いらっしゃい。てるちゃんぴんに会いに行くの。生活保護はね、切る準備はしてるけど、まだ切ってないよ。こんばんは。もうでも、来年切るのは確定。来年頭に。バカプレゼントありがとう。最近収入多いから、おかげさまで、ふわっちで稼がせていただいてますよ。バカプレゼントありがとう。寒いね。めっちゃ寒い。もうそろそろ着くかな。なんて店だっけな。焼き鳥屋って言ってたよね。東京寒いよ。うん。いや、変な時間に起きちゃったんですよ、猫さん。うん。いつもキルキル。あ、じゃあ今回確定だよ。切りたいとは言ってたけど、生活保護抜けたいとは言ってたけど、もう抜けるのは確定してる。でも自分で勝手に抜けらんないからね。いや、今月は広告費なしとかないよ、うん。そういうのはない。ていうか、俺まだあれだからね、18万手元にないからね、うん。振り込みまでラグあるから。サミー。めっちゃ寒い。そう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 。はい、ワト2、ワイリーいらっしゃい。今、歌舞伎町方面に向かってまーす。毎月の保護費はね、だいたい俺の年齢で東京だと13万ぐらいかな。年齢と住んでるエリアによるんだけど。新宿だったら13万。寒いね、今日ね。すごいもう、手がキンキンに冷えてる。手がキンキン。
ああ、今夜だ、あ、今夜か。ゆいがさんの日じゃん、今日。今日、ゆいがさんの日じゃん。12歳、13発の日だ。ま、あのね、てるちゃんぴんさんっていうね、配信者さんに会いに行く。今日、歌舞伎町深夜町もいるし、よっさんもいるらしいよ。明日っていうか、もう12だよ。あ、13発、明日か。うん。今日、パイセンのイブか。変身いいよね。変身いいよね。プランって何のプラン？くげ太郎さんいらっしゃい。何のプランだろう。祭りは明日か。うん、楽しみだね。パイセン祭りだね。寒い。あれ、この辺じゃなかったかな？この辺じゃないのかな？焼き鳥屋さんだよね。いや、全然プランも何も考えないよ、俺。台本とか書くの嫌いだもん。あれ、この辺のはずなんだけどな。この辺だな。向こうだ。マー君と台本なんか書いてないよ。こんばんは、マチルダいらっしゃい。どうも。はい、バーガープレゼントありがとう。この辺かな？焼き鳥屋ってどこだ？焼き鳥屋？どこだ？この辺なはずなんだけどな。この辺に焼き鳥屋ってあるか？うん。てるちゃんみん別に泊まりたいって言ったら泊めてもいいけど。焼き鳥屋ってどこだ？誰か店の名前知ってる？違うな。焼き鳥屋。この辺なはずなんだけどな。初見さんいらっしゃい。わ、すげえ、ボルタリングのお店。俺もここ、ボルタリング習おうかな。うん、ボルタリング。どこだろう、焼き鳥屋って。バーガープレゼントありがとう。ん、何が OA なの？どういうこと？え、何が OA なの？
街中、そうだね、歌舞伎町だよ、もう。歌舞伎町っていうか、大久保の方に近いかな。大久保と歌舞伎町の間。風船10個ありがとう。うん。そうだね、配信のプロですね、僕は。プロ配信者です。182名さんいらっしゃい。楽しんでってください。エスパス？え、なに？もう居酒屋にいないの？あ、テルチャンピン止めるっつったら？うん。あ、そういうことか。LINE？ LINE？エスパスに行けばいいの？あれ？居酒屋違うじゃん。あれ？え、エスパスでいいの？エスパスでいいの？エスパスで合ってる？どっち？エスパスね。じゃあエスパス行くわ。じゃあエスパス行くよ。エスパス行きまーす。エスパスってどこのエスパスだ？いや、ここ川沿いじゃないよ、全然。ここは川の方じゃない。リバーサイドじゃないよ。エスパスって歌舞伎町のエスパス？歌舞伎町のエスパスね、オッケーオッケー。はいよー。店の名前、いや、エスパスに行けって言われてるよ。店の名前知ってるけど、それがなかったんだよ。その住所行ったら。あれかな？西武新宿の方のエスパスかな？行った、LINE した居酒屋は全然、だからその居酒屋名なかったよ。さっき通ったよ。さっき通った。もう通り過ぎたよ。もう通り過ぎた。さっきの場所は向こうなの。指定された住所は。LINE した居酒屋は？行ったよ、さっき。居酒屋がなかったの。そう指定された住所に。歌舞伎町にいんの？じゃあ全然違うじゃん。全然違うじゃん。エスパスってパチンコ屋だね。歌舞伎町の外れの方だったよ、指定された住所。配信中はね、LINE できない。配信中は LINE 残念ながらできない。どこだろう。とりあえずエスパス行ってみようか。どうすればいいんだろう。参ったね。迷子だね。どうすればいいんだ。どうすればいいんだろう。居酒屋？向かいに出てる。マントって何？トモさんいらっしゃい。風船ありがとう。向かいに？エスパス。
ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。迎えに来た人？あ、一緒にいるリスナーさんが迎えに行った？本当に？エスパスに向かうよ、俺は。いや、俺勝手に人のこと映したりするの嫌いだからな。人のこと映すのあんま好きじゃないんだよ、うん、ああどうも、ああ了解です、はじめまして、和道です。めっちゃ家近いですよ、和道。あ、マジっすか。ああ近いっすね。はい、川の近くですよね。そうです。どうも、おついさん、はじめまして。いや、やっぱパソコンで、携帯でやらないんですか。僕、画質がいい方が好きなんで、あの、パソコンばっかりです。いらっしゃいませ。大丈夫ですよ、こっちです。おついさん、ありがとうございます。和道さんの話はコーラで、はい、はい、はい、いや、どうぞ。まだやったそうです。寒いでしょ、ちょっと、はい、俺貴族じゃないと思ったの。お疲れでした。コーラね、はい、はい、あ、すいません。あ、すいません。ドリンク入ります。ドリアンがブロック解除してる。あ、ドリフィー。あ、そうそうそう、俺これしか持ってないんだよ、母さん、うん、ついたね、別に住所全然違いましたよ、僕らに。そう、向こうでしたよ。店名まで教えて。店名も違くない？店名まで教えて。マジですか？ああ、いや、店名はあっても、あっても。はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃ優しいですね。初めて会うと止めると。結構でも、多いっすよ、そういうの。あ、そうなんですか？会社は終わってもいいっすか？ありがとうございます。めちゃめちゃ男前じゃないですか。でもかっこいい、かっこいい。いらないか。それは確かに俺みたいな点です。コスタイだったんですか。ほんまは12日にはいやるってやったんです。食事会なんか、あの新やっちゃも多分そう見るし、あの予想もいろいろし、この辺で配信前のチャンスじゃん。俺書いたといいね。お前めちゃくちゃチャンスじゃん。なんか大手いっぱいいるみたいですよ。まあ、歌舞伎でなんか配信祭り。音声悪い？あの、大チャンス。音声悪い？どう？聞こえない？いや
画質綺麗。だってパソコン配信だ。割れてる？これパソコン。こもってる？なんだろうな。これがカメラなんですか？これがウェブカメラです。こういう感じで映ってて、例えば自分の方向けるとこういう風になって、こういう感じでやってます。ニコ生ってパソコン多いんだよ。ニコ生はパソコン多いですね。あれですよね。はい。なんかいい店舗にする。作ろう。カメラを。板橋から。はい。運前の友達。運前の友達、板橋。誰だろう。音悪い。誰だっけ。あ、テイスです。あ、テイスです。どうですか、音。テイス音どう。音が割れる。なんだろう。自分の気持ちを通してさ、電波の問題かな。店が悪いからどうだろう。これボコボコなってる。イケメン？はい。いやいやいや。いやいやいや。音まだおかしい。これ違う、誰や。のぞみ。音が割れてる。なんだろうな。あ、で、どう、音変わった？音良くなった？どう、音良くなった？どう、こもってる、まだ。音良くなったら教えて。ちょっと小さい。あ、てーすてーすてーす。青と緑。青と赤。あ、音どうですか？こもってる。なんだろうな、たまになるんだよね。電波が変わったのかな。あ、マイクって余計悪くなった。水の中みたい。 OK、 ちょっと待って、マイク。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。